それでは今回の線形代数2の授業を始めたいと思います。で、前回はベクトル空間の次元に関する話で規定の拡張という話をしまして、それから部分空間の和と直和に関する説明をしました。で、その中では和と直和の定義ですとか、それから和と直和に関する基本的な性質と公式について扱いました。で、今回は前回のその部分空間の和と直和の部分で、その和と直和の性質や公式で残った部分を先に説明しまして、そのうち次のセクションである線形写像に入ります。で、教科書はですね、今日は152ページから進みますので、資料と合わせて確認してください。ということで、まずはその和と直和に関する性質や公式の続きなんですけれども、これは復習ですね。前回最後にやりました定義 6.10、部分空間の直和条件に関するもので、で、ここではその V をベクトル空間として、それから W1 と W2 がその部分空間で、で、 V が W1 と W2 の和に等しい時に、その V がその W1 と W2 の直和になるための条件ですね、条件として直和になるための同値な条件として W1 と W2 の両方に含まれるベクトルが0ベクトルに限るということが挙げられました。で、今日はここからなんですけれども、教科書です。152ページの K の 6.11 です。で、本当はそのこの次の定理が大事な定理なんですけれども、証明に関しては結構その次の定理はかなり荷が重いので、証明の方はこの K の 6.11 を中心に説明したいと思います。で、ここで言っているのは、V と W1 と W2 は先ほどと同じような設定で、で、そして今回加わった条件は W が、ごめんなさい、これ W じゃなくて V ですね。 V が、ここですね、ここが W となっていますが、これ V に直してください。間違えました。V が W1 と W2 の直和であるという仮定を加えます。で、そうしますと、実は、ここもですね、すいません、ディメンションの W となっていますが、ここは V ですね。V の次元が部分空間の W1 と W2 の次元の和になるというのがこの K の、主張です。で、一応これはですね、一応こういうふうにして証明するっていうのを紹介するために証明は紹介しておきたいと思います。で、基本的なやり方としては、これは次元に関する、いわば公式なんですけれども、この次元に関する公式を示すのにこの規定が存在するっていうことを使って証明をします。最初にこの W1 の次元を R として、で W2 の次元を S とすると、そうしますと、この次元の定義からですね、W1 と W2 にそれぞれに規定が取れるってことが分かります。W1 にはちょうど R 個の規定が取れますから、それを U1 から UR と置くと。で、一方 W2 には S 個規定が取れますから、それを V1 から VS と置くと。で、この時にじゃあこの W1 の規定と W2 の規定をこうバッと合わせてきて、V1 から VR と、あ、U1 から UR と V1 から VS を全部並べれば、それが、ここもすみません、 W を V に直しておいていただきたいんですが、それがその元のベクトル空間 V の規定になるということを示すことで、先ほどの次元に関する公式を示します。で、じゃあということで、まずその U1 から UR と V1 から VS をこう持ってくるわけですね。持ってきまして、で、それが元の V の規定になりますよってことを言うんですけれども、ここで思い出すのは規定の定義で、規定の定義、条件が2つありました。1つは、このですね、R プラス S 個のベクトルが線形独立であるということ。もう1つは、この V の任意のベクトルがこの U1、UR と V1、VS の線形結合でかけるということ、表せるということ。この2つのことを示せば、これらのですね、U1、UR と V1 から VS が V の規定になることを示したことになります。
ということで、まずその線形独立性から示します。で、線形独立性を示すには、その線形独立の定義をもう一回思い出すと、こうやって U1 から UR と、それから V1 から VS の線形結合を作るわけですね。で、線形結合を作って、それがあのゼロベクトルに等しい状況を考えます。で、この時に、この線形結合の係数ですね、この A1 から AR というのは係数で、それから B1 から BS の係数なんですが、この係数は全部0になるしかないということを示せばいいわけですね。で、それを次のように示すんですけれども、まず、まあこの線形結合 U1 から UR と V1 から VS の線形結合を作って、それが0ベクトルに等しいとしましょう。で、この時に、この B1V1 から BSVS でこの W2 の規定を右辺に移行します。そうしますと、次の2行目のようなこういう式になりますね。右辺、左辺が U1 から UR の線形結合で、右辺が V1 から VS の線形結合で、で、マイナス、それにマイナスを1倍したものと、まあ、右辺と左辺が等しいということになるんですが、ここで見てみますと、実はこの時の、左辺っていうのは、これ U1 から UR というのは W1 の規定ですから、この線形結合っていうのは W1 のベクトルなんですね、左辺は。で、一方で右辺は、V1 から VS の線形結合ですから、右辺は W2 のベクトルなんですね。そうすると、左辺が W1 のベクトルで、右辺が W2 のベクトルってことは、この、ここで今表しているベクトルっていうのは、W1 と W2 の両方に属していることになります。ところが、今 W1 と W2 は直和って言ってますから、W1 と W2 の両方に属するベクトルは0しかありえないってことなんですね。そうすると、こういう、この2行目の等式で表されたベクトルっていうのは、実は0ベクトルにしかなりえないということを言ってます。このことから、U1 から UR の線形結合も0ベクトルだし、 V1 から VS の線形結合も0ベクトルになるということが言えるわけです。さて、ここまで来たところで、U1 から UR というのは W4 の規定でしたから、規定ってことは、そのこの線形結合が0になるには、そのこの係数が0になるしかないわけですね。で、一方で右辺は V1 から VS の線形結合が0になると言ってるんですけども、 V1 から VS は W2 の規定ですから、線形結合が0になるためには、この係数 V1 から BS も0になるしかなりえないってことを言ってるわけです。ということで、以上からですね、こういう U1 から UR、V1 から VS の線形結合を作って0になるならば、その係数は全部0にならなければならないということを言ってるので、このR プラスです、このベクトルは線形独立であることが言えます。まあ、ここですね、この線形結合をうまく右辺と左辺に分けて、で、その直和の定義性質を使うっていうところが、まあ、この証明のポイントです。で、次に、その、この R プラス S 個のベクトルが実際に、その、V を生成するっていうのは、これはまあそんなに難しくないと思うんですけれども、まあ、まず W、あ、ごめんなさい、これ全部 V に書き換えてください。V が W1 と W1 の、あ、W2 の直和ですから、直和ってことは和なわけですね。で、和ということは、まあ、W1 の、あ、この V がですね、 V が W1 のベクトルと、それから W2 のベクトルの和で表せるということを、で、それで、V のベクトルが全部表せるということを言っています。ということは、その V のベクトルは全部、この U1 から UR と、それから V1 から VS で生成されているということが言えますので、以上のことから、この U1 から UR と V1 から VS というのが、この V の規定になっているということになります。ここも V ですね。ですので、まあ、規定であることが言えたので、その、まあ、次元はその規定の個数の足し算で等しくなるということで、この求めるべき公式が成り立つというわけです。ここまでいいでしょうか。はい、で、まあ、この、その和と直和に関、ベクトル空間の和に関して一番大事な公式は次に挙げます、定理 6.12 です。教科書です、153ページにあります。で、ちょっと証明が割と分量が多いので、ここでは証明は述べずに、
この定理の内容とそれからそれに続くその例題を解説します。で、定理の内容は次のようなもので、V と W1 と W2 は先ほどまでと同じような設定なんですけれども、今度は先ほどの K のように、V とですね W1 と W2V が W1 と W2 の直和というわけではないんですね。一般の単なる部分空間なんですが、この時に成り立つ公式が、ここも左辺はディム V に直しておいてください。V の次元っていうのがその W1 の次元と W2 の次元の和からその W1 と W2 の共通部分の次元を引いたものに等しくなるというのがこのベクトル空間の和に関する次元の公式です。で、一応確認しておきたいのはもしですねこの W1 と W2 が V がですね W1 と W2 の直和の場合なんですけれども、直和の場合ですね、直和の場合はもうこの公式が成り立つということに注意してください。なんでかっていう と、もし V が W1 と W2 の直和のになりますと、この W1 と W2 の共通部分っていうのはゼロベクトルだけになりますから、そのゼロベクトルの次元は0というふうに定義していましたので、もしそうですね V が W1 と W2 の直和であれば、その V の次元は W1 の次元と W2 の次元の和になるということで、先ほどのその K が当てはまるわけですね。ですので、そういう意味でその直和の場合も含めてこの定理が成り立っていることに注意してください。で、この定理についてはその事実のみを述べまして、で次の教科書154ページの例題 6.3 を解説します。で、この例題 6.3 はですね次のような問題なんですけれども、V を kx3 って書いてます。これどういう集合だったか皆さん覚えてますでしょうか。これは3次以下の形状の x を変数とする多項式全体の集まりですね。で、3次以下の多項式全体をベクトル空間と見るわけなんですが、それを V と置きまして、で、その部分空間としてこの W1 と W2 というのを考えましょうというわけですね。W1 は、生成元が1プラス x とそれから1プラス x プラス x2 乗プラス x3 乗で生成されるベクトル空間、部分ベクトル空間。それから W2 は1とそれから1プラス x プラス x3 乗で接される部分空間ということ で、この時に V が W1 と W2 の直和であることを確かめましょうっていうのがこの例題の 6.3 です。で、回答の方針としては今先ほど述べましたその次元公式っていったのはその定理 6.12 ですね。さっき述べた定理 6.12 からこの W1 と W2 の共通部分がゼロベクトルのみになるということを示します。で、そこで、まずですね、まず任意のこの V からですね、任意の多項式をこう取ってきまして、で任意の多項式を取ってくると、実は、まず W1 と W2 そうですね、この V の任意のベクトルを多項式をこの W1 の元と W2 の元の和で表します。最初の2つの成分ですね、この a1-a3×1+x と a2-1+x+x2+x3 乗というのは、ここが W1 のベクトルですね。で、それから残りの2個の項っていうのが実は W2 のベクトルになりますので、そうすると、任意のこの多項式 V の多項式が、W1 の多項式と W2 の多項式の和で表せますから、まずこの V は W1 と W2 の和であるということが示せます。それからあと W1 と W2 のですねこの規定の定義からそれぞれの次元は2であるということも分かります。で、最後に次元の公式を使うとですね、
これはちょっと移行して使ってるんですけれども、W1 と W2 の、共通部分の次元を出す形にしています。でそれが、V の次元から、W1 の次元と W2 の次元を引いた値になるということを言っていて、で V の次元は、4っていうのはいいですかね、3G 以下の多項式全体ですから、3G 以下の多項式の規定の1組の規定っていうのは何になるかいいですか、1と X と X2 乗と X3 乗ですね。この4つ の, 項があれば 3G 以下の多項式が全部表せる。ですので、このもともと V の次元とは4です。で一方で W1 と W2 の次元は2ですから、4-2-2で0になるということで、この W1 と W2 の共通部分の次元が0になるということは、W1 と W2 の共通部分というのは0ベクトルのみになるということで、この公式を使ってその、V が W1 と W2 の直和であるということが示されるというのがこの例題の内容です。ここまでいいでしょうか。ちょっと基本的な部分もありますので、例えばその3NG 以下の多項式全体のからなるベクトル空間の規定というのは何かとかですね、次元はいくつになるかとか、そういったことも基本的なことですけども、もし曖昧だ、理解が曖昧だと思う人たち、よく確認しておいてください。